こんにちは、コスケです。今回は年間50泊100日以上車中泊している僕の冬の車中泊お気に入り装備を具体的な商品名を挙げながら何個か紹介したいと思います。じゃあ早速一つ目からいきましょうか。一つ目は、ここにもちょっと見えてるんですが、電気毛布でございます。もうこれは間違いなく冬の車中泊必須装備ではないでしょうか。北海道に限らず消費電力も少ないので、どこの地域でも使いやすい暖房器具ですよね。寝るときに使うのはもちろんなんですが、こうして車内で夜過ごしている時間帯にも使ってます。こんな感じで腰から下にかけておくことで、足もあったかいですし、つま先まであったかいですよね。あったかいし、しかも消費電力は100ワット以下とぐっと抑えられるということもあって、この電気毛布があるだけで冬の車中泊っていうのは格段に快適になります。僕だけじゃなく、パンちゃんも快適そうですよね。こん中入ったらすぐ寝ちゃいますね。前にフリード乗っていた時にマイナス30度の車中泊しましたが、その時も電気毛布2枚使って寝たんですよね。下に敷くのと上からかけるの、それぞれ1枚ずつ使って温泉に入っているような快適な睡眠を得られたということもあって、やっぱり電気毛布はあったら便利ですね。で、結構電気毛布何がいいんですかっていう話も多かったので、ちょっと今回は僕が使っているのを紹介します。僕いろいろ買っていて、有名メーカーだと日立とかね、あとは、よくわからないメーカーもたくさん買いました。10枚ぐらい買ったかな。で、その中で今使っているのはこのヒートクラッカーという電気毛布です。これは四季専用のちょっとちっちゃいタイプなんですが、大と小があるんですよね。でっかいのはこれです。もう布団並みの大きさで、なんでこれ使ってるかっていうと、見ての通り結構厚みがあるんですよね。なのであったかいです。結構安いのだとペラペラのタオルみたいなのに電熱線が入っていたりするんですが、これは本当しっかりした毛布に電熱線が入っているという感じで、とても暖かいですね。すごい気に入っているこの製品ですが、デメリットもあって、やっぱり生地が分厚いので重たいんですよね。結構重量があって、で、こう小さく丸めても結構なサイズ感になります。なので、場所を取るというのと、寝るときかけると結構重たいなというのがデメリットでしょうかね。あと、電源をオンにしてから温まるまで若干時間がかかります。 2,3 分とかかな、というのが弱点かなと思いますが、でも最近はこれ僕使ってますね。春とか秋はこのちっちゃい方を使って、冬本番は分厚い方とこれを併用するという感じでしょうかね。で、この電気毛布もいいんですが、僕もう一個気に入ってるのがあって、最近使ってないんですけど、このヤマゼンの電気カーペット、これめちゃくちゃいいね。寝る時の敷布団の下に仕込むとかなり暖かくなりますし、普通に車内で過ごしている時の絨毯代わりにも使えます。ただこれは基本平らなところじゃないと使いにくいので、このノアではなかなか使えなかった製品の一つですね。フリードプラスだと活躍しました。これも結構おすすめの製品だと思います。今ちょっと価格高くなっちゃったけど、1万円はしないと思うんで、いい製品ですよね。これ使えるのはフラットになる SUV とか、あとはフリードプラスみたいな車の時ですね。ミニバンにはあんまり向いてないです。この電気毛布が一つ目でございます。続いて二つ目の愛用しているお気に入り製品ですが、車中泊で寝る時に使う布団です。特にこの掛け布団に関しては、夏とは違う暖かい布団を使っています。価格が高くて暖かいものっていうのはたくさんあると思いますが、コスパ重視であれば僕が今使っているこのニトリの羽毛布団がおすすめです。羽毛布団なので収納袋に押し込めばかなりコンパクトにできるんですよね。綺麗に畳まなくても結構グイグイ押し込んでいくだけですっきり収納できましたよね。ある程度の暖かさを持ちつつ、
まあ、これだけコンパクトに収納できるというのも羽毛布団の魅力の一つで、車中泊に持っていくにはめちゃくちゃ便利だと思います。で、まあ、この下に今電気毛布敷いてますが、電気毛布を利用すれば0度付近でも全然あったかいですし、実際にしたマイナス30度の車中泊でも全く問題なくこの羽毛布団で寝ることができました。もうすでにめちゃくちゃ快適な布団持っている人はそれを使ってもいいと思いますが、これから始めるという人はこのニトリの羽毛布団がコスパが高くていいんじゃないかなと思います。性能だけ考えるともっとあったかいものはあるんですが、まあ、軽くて寝心地がいいという点、そしてコンパクトになるという点で、ニトリだと価格もそんなに高くなくて暖かいというのがメリットだと思います。もちろんネックもあって、一つは羽毛が抜けて車内に羽が落ちていることが多々あります。こういう羽毛がちょこちょこ抜けてくるんですよね。使うたびに何個か抜けております。あとちょっとホコリが出やすくなるので、車内のこまめな掃除が必要になるかなというのがデメリットでございましょうか。ちなみに僕、寝袋は使ってないんですが、なんで寝袋使わないんですかというコメントもたまにいただきます。単純にマイナス20度とかの車中泊をするときに絶対電気毛布使うんですけど、寝袋だとちょっと狭いんですよね。でパンちゃんもいるので若干窮屈で寝返りとかが打ちにくいということもあって普通の布団を使ってます。まあ、あとそこそこの暖かさが寝袋よりも安く手に入るというのも通常の布団のいいところですよね。ということで2つ目が、まあ、このニトリの羽毛布団でございました。続いて3つ目のおすすめアイテムでございますが、3つ目は見ての通りここに並んでいる電気ファンヒーターでございます。電気ストーブはざっくり分けるとファンがついているタイプとついてないタイプがあります。で、どっちがいいかっていうと僕はファンのついてるタイプがいいかなと。なぜならファンがついてるタイプの方がコンパクトなので、車中泊のような狭いスペースに持っていくには最適なんですよね。僕ここにあるの以外にもまだ5、6個あって全部で10個ぐらいいろんなタイプの電気ストーブ使ったんですが、やっぱり車中泊に持っていくならコンパクトで暖かい方が便利だということで、今は電気ファンヒーターメインに使っています。で、電気ファンヒーター僕いろいろ持ってるんですが、その中でも特におすすめなのが、まあ、僕がよく使っているのが去年に続きこれでございます。これはいろんなメーカーから出ているんですが、 S710 というファンヒーターでございます。僕買ったのはリンク載せておきます。出力 1000W まで使える電気ファンヒーターで、他のにないメリットが一つあります。まあ、それが何かというと、倒れた時の安全装置がついてないという点です。例えばこれ今使っている状態でポロンと倒れてもずっと回ったままなんですよね。で、これデメリットでもあるんですが、車内で使う場合吊るせるんだよね。寝る時とか下に置いとくと布団がかかったりして危ないじゃないですか。なので高いところに置きたいんですが、置く場所がないという時にこれ上に吊るすことができます。 SG フックなんかをかけて吊るせるんだよね。まあ、ちょっと今手元にあった SG フック使ったんですが、こんな感じで吊るして使うこともできます。まあ、これがこの電気ファンヒーターの最大のメリットでしょうかね。高いところにあった方が危険が少ないので僕はよく吊るして使っております。で、あとスイッチがダイヤル式っていうのも使いやすくて、例えば電気供給側でスイッチのオンオフもできるんだよね。まあ、今回ポータブル電源の電源を落とすとファンヒーター止めることができて、でポータブル電源側でスイッチオンにするとまた再び動き出すというのも気に入ってる点の一つです。まあ、これもメリットデメリットあると思うんですが、僕の目の届く範囲で使っている限りだと結構使いやすいですね。通常電気ファンヒーターは倒れると
自動停止するんですよね。これも倒れると止まります。なのであまり吊るすのには適してないんですが、これは吊るせるというのが一つ大きなメリットかなと思います。昔これの500ワットか600ワットのタイプも売ってたんですが、今1000ワットタイプしかなくなっちゃったんだよね。これいろんな出力のバージョンが欲しくなる、まあ、そんな使いやすい製品ですね。でただこれちょっと一つデメリットがあって、ここのコード接続部分がちょっと弱いんですよね。こっから中のコードが見えてきたりするので、使う前に最初から補強しておいた方がいいかもしれないね。こういうタイプになってくれるといいんですが、こういうのは結構抜けやすいので、まあ、ここいずれ改良されたらなと思っています。というわけで3つ目が電気ファンヒーターでございました。特にこの S710 は僕気に入って使っています。メリットデメリットあるけどね。さあそしていよいよ最後の1つなんですが、今この電気ストーブの紹介でも使っていた、よっと、ポータブル電源でございます。ポータブル電源も選択肢めちゃくちゃ多いアイテムの一つですよね。調理とかパソコン、スマホの充電に使うのは夏も一緒なんですが、冬は電気毛布とか電気ファンヒーター使うので、僕的には必須アイテムになってます。で夏と同じポータブル電源だと容量が全然足りないので、冬はやっぱり冬仕様になるんですよね。でポイントとしてはやっぱり容量で、大容量でたっぷり使えるものがいいかなと思っています。僕が何をメインに使っているかというと、まあ、さっきから映っているこのエコフローデルタ2でございます。これから車中泊を始める人にどれがおすすめですかと聞かれたら、このデルタ2進めるかな。まあ、もうすでにポータブル電源を持っていて追加で買いたいとか、もしくは用途がはっきり決まっている場合は、まあ、それに合わせたものを買うといいと思いますし、選択肢もいろいろあると思います。だけど初めて買う人とか車中泊これから始めますという人には、このデルタ2が最もその後の展開を考えても使いやすいかなと思っています。まあ、僕も使ってますしね。このデルタ2何がいいかというと、一つ目は単体のスペックがトップクラスということ、二つ目は単体だと軽量で夏冬どっちも使えるということ、三つ目のポイントが拡張性が抜群だという点です。容量を増やせるのとエコフロー製品とつないで省エネ運転が可能なんですよね。じゃあまず一つ目のスペックから見ていくと、容量に関しては約1000ワットアワーですね。でリン酸鉄なので安全性が高く長寿命というのが特徴だと思います。で容量は1000ワットアワーなんですが、出力が1500ワットとかなり高めになっています。 USB-C も100ワットが2つついてるんだよね。ここについている USB-C がそれぞれ100ワットで、合計200ワット出力が可能です。実は100ワット2つついてるって珍しいんですよね。充電時間は約80分とかなり早く、急速充電も可能になっています。でアプリでの操作も可能で、充電スピードの変更や待機時間の設定もできます。で今ちょうどファームウェアアップデートが来てますね。これアップデートすることでちょっと機能が拡張したり、あとは今までできなかったことができたり、まあ、不具合があれば改善されたりというのもあって、かなり便利に使えます。長く使えますね。そんなこともあって、これ単体の性能でも結構トップクラスのポータブル電源です。で2つ目の単体だと軽量で夏冬どっちも使えるという点は、容量と重量、そしてサイズを見てもらうと分かるかもしれません。僕が今まで使ったことのある中では、リン酸鉄 1000Wh だとおそらく最軽量じゃないでしょうかね。でサイズに関しても一番ではないかもしれませんが、間違いなく最小クラスだと思います。なので割と気軽に持ち運べるんですよね。僕だと片手で普通に持てますし、妻でも両手なら問題なく持てて、夏も冬も気軽に持ち出して使っています。ただここまでのこのデルタ2のスペックはトップクラスではあるものの、全体的に高性能という感じで、
他のポータブル電源でも同レベルのものは存在しますし、より静かとかより高出力、もっと充電が早いものなんかもあります。それでもこのデルタ2の出番が多い理由が3つ目の拡張性の高さなんですよね。一番わかりやすいのが容量の拡張だと思います。春とか秋、夏なんかはこれ単体で軽い状態で使用し、容量が必要な時はこのデルタ2専用エクストラバッテリーを接続することで容量をなんと2倍にできます。接続は簡単で、あ、ちなみにこのエクストラバッテリーは通常のポータブル電源とサイズ感は一緒なんですが、全然軽いんだよね。なのでこれだけだと持ち運ぶのはすごい簡単だね。で、まあ、ここの横にあるこのコネクターにコードを接続して、よっと、これで 2000Wh クラスになります。本体が 19% でエクストラバッテリーは 100% なんですが、この状態だとアプリには 60% と表示されます。2台で1つの電源として表示されるので、電気ストーブを使うとそれぞれからエネルギーが出力されて消費されてますよね。で、アプリにもここにエクストラバッテリー ×1 っていう表示があって、今接続している状況というのが分かります。で、これで 2000Wh になるわけですが、実はこのデルタ2専用エクストラバッテリーだけじゃなく、なんと、よいしょ、デルタ2 MAX 専用エクストラバッテリーも接続できます。なので、よっと、約 2000Wh と約 1000Wh の本体合わせて約 3000Wh に拡張できるんですよね。容量を2倍にできるポータブル電源ってあると思いますが、ワンサイズ大きなバッテリーをつないで容量3倍にできるというのはちょっと珍しいかもしれませんね。夏はこれ単体で軽く 1000Wh のポータブル電源として使え、暖かい地域の冬であれば 2000Wh として使って、そして寒い地域、北海道なんかの冬では 3000Wh として使うことができると、どんなシーンでも使えるポータブル電源だったりします。とはいえ、容量拡張するだけなら当然他のメーカーのポータブル電源でもできるものはあります。でもこのデルタ2の場合、エコフロー製品と DC 接続もできるんですよね。僕が一番使ってるのはエコフローウェーブ2かな、夏のエアコンです。ウェーブ2とこのデルタ2も各エクストラバッテリーもそれぞれこのケーブルを使って DC 接続できて、通常の AC コンセントでポータブルエアコンを動かすよりも 20-30% くらい効率よく動くので、省エネで長く使えるんですよね。これが他のメーカーのポータブル電源にはない、まあ、自社でいろんな製品が発売されているエコフローならではのメリットかなというふうに思います。真夏から真冬まで車中泊する人には特におすすめかなと思ってますし、まあ、僕もメインで使っている理由はこの拡張性の高さでございます。なので、とりあえずデルタ2最初に1台買っておくと、まあ、最初にこれを使ってみて冬とかもうちょっと容量欲しいなと思った場合は 1000Wh か 2000Wh の拡張バッテリーどっちか買って容量を増やすことができます。合計 2000Wh か 3000Wh にできるわけですよね。そして夏の車中泊でエアコンを、ポータブルエアコンを使いたいなと思った場合は、本体でも拡張バッテリーでもどれでもこのケーブルを使って DC 接続することができるので、他社のエアコンとかポータブル電源を組み合わせて使うよりも省エネでより長くエアコンを動かすことができ、快適な車中泊ができるというわけでございます。このデルタ2を中心にして本当年中使えるセットになるんですよね。なので、どれがおすすめかと言われれば、最初にデルタ2を買っておけば後でいろいろ拡張できていいんじゃないですかという話をよくしております。
で、あと価格に関してですが、エコフロー製品ってちょっと高いイメージあるかもしれませんが、実はそんなに高くなかったりします。特にセールの時に買うとかなり安いですね。今ちょうどブラックフライデーのセールの時期だと思います。11月末ぐらい、こういうタイミングで買うとデルタ2なんかも安く買えますし、もともと出力機能がなく容量を考えるとちょっと割安なこのエクストラバッテリー、まあ、こういうのもさらに安くなってると、全体の容量単価で見れば相当価格安くなるんじゃないでしょうか。ちなみにセールじゃなくてもヨドバシとか電気屋さんでも売ってるんですよね。そこだと、まあ、特にネットで買う場合は結構常に安く買えます。あのネットで検索してみてください。というわけで今回は冬の車中泊お気に入りアイテムでございました。また次回の動画をお楽しみに。ここからは後日撮影しておりますが、この動画の公開のタイミングがちょうどブラックフライデーくらいになりそうだったので今追加で撮ってます。エコフローさんに確認してみたらやっぱりセールやるみたいですね。ちょっと他の製品に関してはクーポンとかもらえなかったんですが、エコフローに関してはもらってます。なんか11月16日からアマゾンブラックフライデーセールが始まってるみたいです。で、最大多分パネルとかのセットになると思うんですけど 50% 割引にもなっているということで、まあ、あと単体製品も結構安くなってるみたいなので確認してみたらいいんじゃないかなと思います。クーポンはセール価格からさらに 5% 割引できるクーポンだと思うんですが、それもらってるんで概要欄をチェックしてもらうといいかなと思います。で、このクーポンコードを使ってエコフロー製品を購入した人先着で99名かな、なんかクッションがもらえるらしいですね。どんなクッションかは分かんないです。というわけで今度こそこれで終了となります。あのエコフローさんはね、いつもクーポンくれるんですよね。また次回の動画をお楽しみに。